今日は笹島ライブ地区を散策したいと思います。いつもは新しい再開発などを見ていますが、今日は既存の街並みを見たいと思います。名古屋駅を出た JR 私鉄各線はすぐ南側で、西に曲がる路線と南下する路線の二手に分かれるんですね。その分かれ始めた線路に挟まれた地区が笹島ライブ地区です。スパイラルタワーなど名駅近くの高層ビルが一部見えるところに来ています。笹島ライブ地区に早速向かってみます。左の道路は名駅通りです。鉄道の高架の下をくぐれる場所があります。ここが笹島ライブの北側の入り口です。笹島ライブというのは国鉄の旧笹島貨物駅の跡地を開発したものです。1986年の貨物駅廃止、1999年の都市計画決定以降、この地区の各種開発が行われてきました。2016年開業の The Art Grace です。 The Art Grace はホテルやブライダル施設からなります。向かい側にあるのは2005年開業の ZEP 名古屋です。キャパ1792人のライブハウスですね。列車の通過音が聞こえたので振り返ってみます。手前から東海道新幹線、中央本線、東海道線、名鉄線です。赤い名鉄車両の上だけ見えますね。さらに中を散策してみましょう。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。右側の奥に見える茶色の建物は2009年開業の JICA の中部本部です。アートグレースを正面から見てみます。線路が分岐し始める三角形の敷地、笹島ライブの最北端に立ってるんですね。歩いてる感じだと貨物駅の面影が感じずに新しい街って感じですね。ZEP 名古屋の西側はこうなっています。JICA中部を正面から見てみます。 ZEP の隣にあるのはマーケットスクエア笹島です。2005年開業の商業施設です。コンビニや映画館、飲食店が入っている、まあ普通の商業施設ですね。そしてその正面には高層ビルがあります。2017年3月竣工のダイバハウス名古屋ビルです。地上17階、高さ 87.86m のオフィスビルです。奥に見えるのは愛知大学名古屋キャンパスの建物です。研究棟と講義棟がデッキでつながっていて、今見えているのは講義棟です。研究棟はマーケットスクエア笹島の南側にあります。地上20階、高さ 93.8m で2017年3月竣工の高層ビルです。この辺りの高層ビルは電車の西側の車窓でよく見えますよね。愛知大学のさらに向こう側にも行ってみます。愛知大学というのは他にも豊橋と車道駅近くにもキャンパスがあるみたいですね。学生数は名古屋大とほぼ同じで結構大きい大学ですね。歩道もきれいに整備されています。この日はめちゃくちゃ風が強かったですからね、風の音が入りまくってますね。奥に青いシートをかぶった高架が見えてきました。その高架は名古屋高速の東山線です。塗装工事をしているみたいですね。講義棟の奥には厚生棟があって、間に屋根があります。
キャンパスの開業自体が2012年なので、すべての建物が新しいですね。高速の向こう側にも行ってみます。名古屋高速東山線の高架が続いています。新しい高架の工事みたいな雰囲気ですけど、笹島ライブの開発前から開通してますからね。東海道新幹線が走り抜けていきます。都市を訪問する時の第一印象は鉄道から見る車窓のことが多いと思うんですけど、その時の西側の車窓には高層ビルがあんまりなかったんですけど、笹島ライブのおかげで少しだけ増えましたよね。高速の下をくぐりました。こっから先は住宅街になるんで戻ることにします。大学の北側に戻ってきました。大学ハウス名古屋ビルを南から見ます。さらに西方向に歩いてみましょう。画面の右奥にも高層ビルが見えますね。奥のビルと大和ハウス名古屋ビルとそれを結ぶ低層塔を合わせてグローバルゲートと呼びます。2つの高層ビルの間をつなぐ低層塔です。グローバルゲートの各施設はいずれも2017年に開業です。そしてそのグローバルゲートは愛知大学とデッキで結ばれています。グローバルゲートの西部分を構成する高層塔です。地上36階、高さ 169.76m です。デッキの向こう側には何やら細長いものがありますね。グローバルゲート高層塔の向かい側には公園があります。高速の高架の向こう側には中川運河の乗船場があります。そして公園の向こうに立つ細長い建物は中京テレビです。中京テレビっていうのは東京でいうところの日本テレビ系列ですね。高層塔を真正面から見ます。右側の道路は下に潜っていて椿町線という道路とつながります。椿町線は青波線、関西方線、近鉄の線路をアンダーパスして名古屋駅前までつながっています。ビッグカメラと名鉄の間にある道路が椿町線です。右に見えてきたのは青波線の笹島ライブ駅です。グローバルゲートとデッキで接続しています。画面では見えないですけど、奥では線路をオーバーパスしている歩行者デッキがあって、線路の向こう側からでもこの駅にアクセスすることができます。笹島ライブ内の建物はほぼ見終わりましたね。左側に見えるのはロイヤルパーク ER 笹島というマンションです。目の前の橋の下に椿町線が走っています。ロイヤルパーク ER 笹島は2015年3月入居開始のマンションです。ということで、住居、オフィス、ホテル、商業、大学、ブライダル施設など多様な施設で構成されるのが笹島ライブですね。笹島ライブの西端に位置する立体駐車場です。道路はカーブして笹島ライブの西の終点となります。大阪駅の近くにも貨物駅の跡地がありますけど、あちらもオフィス、商業、マンション、緑地などいろいろできますよね。高速の向こう側には行ってないんですけども、倉庫や住宅街が広がっています。最寄りの高速の入り口はここから数百メートル西にある小金インターチェンジです。塗装工事のお知らせが貼ってあります。
以上、笹島ライブの散策でした。ご視聴ありがとうございました。